ここがショーナゴンの屋敷か。四人も呼ばれるなど珍しいな。頼親殿が姿を消し、もう一月。その間、屋敷を訪れ、戻った者はおらぬと聞きます。まあな。されどどうということもあるまい。たかが毛量。王子様の技にかなうものではない。おし様、昨夜か。何用だ。こたびの任、藤原の頼親殿に関わるものとか、かの屋敷は都の陰陽師たちも手を焼く毛量どもの住みか。我らのみでは。主は我が陰陽の技を受け継いだ者、生命のあの都の青鬼祭の弟子でもあるまいに。何も恐れることなどあるまい。昨夜、おい昨夜、兄弟子たちは塔に行ってしまわれたぞ。さあ我らもいざ。兄弟子たちは塔に行ってしまわれたぞ。兄弟子たちは塔に行ってしまわれたぞ。
見ろ、一の封がされている。扉の封の解き方はわかるな？封にあった血布を当ててやればよい。封印は血布と対になっておる。違う数の血布では封を解くことはできぬぞ。まあそなたならば言わずともわかっておろうがな。持っておけ。たまには兄弟子らしいこともせねばな。先に行け。屋敷の調べ始まったばかりである。先に行け。屋敷の調べ始まったばかりである。
救急により釣りを。より釣りを。おお、サクヤ。なんだ、こちらに来る術がわからぬのか。庭へ降りられる場所があったろう。あちらから回り込めばよい。この橋はしゃがめば通れるぞ。
主もここで汚れを落としておくか。ほれ、このように汚れを片代に移して流せば、災いから身を清めることができる。水辺を探してこまめに汚れを払っておくとよいぞ。身を清めておけば、またそこからやり直すことができるからな。昨夜か。その扉を閉めた者を見ませんでしたか。知らんな。ここにもつづらか。お前は他へ行け。他へ行け。
救急により治療。救急により治療。救急により治療。
救急により釣りを。救急により釣りを。
救急により治療。
救急によりつよ。救急により釣り合う。
専用万獣の開始採取救急により治療救急により治療専用万獣の開始採取救急により治療